どうも、達也です。今回は急遽アークの方で新マップ、ラグナロクマップが追加されたんで、もうちょっともうすでにもうラグナロクマップに来て、ある恐竜もテイムしました。まあもうすごい途中からなんですけど、一応撮影しとこうかなと思って撮影始めました。いや本当に全然事前にそのマップが、新しいマップがちょっと邪魔しないで、みんな暴れる。そしてもうグリフォンが見えちゃった。グリフォンさ、そうなんですよ、もう PV 見た瞬間に、あ、グリフォン絶対テイムしたいと思って、でもうフレンドと一緒にもう速攻もグリフォンテイムしに行きました。でちょっとでグリフォンがどの辺に生息してるかとか、どうやってテイムしたかとかを、まあ、ちょっと動画で紹介できたらなって思ってます。でちょっとこういう動画は初なんで、結構拙い感じになると思うんですけど、まあとりあえずもう今日かな、今日6月の13日に導入されてすぐ今もうやってるんですけど、で今日もうそのまま動画上げれたらいいかなってちょっと思ってて、違うわ、今日は上げられないのか、明日か、明日の14日に日付変わって動画上げれたらなと思って、どういう感じにしようかな。まず僕らが今いるのがこういう感じの、もうちょっと離れるかな、山、山岳ですね。でマップで言うと GPS を見て、今だいたいこっちだと見にくいな、 25.2 の 47.3 が今僕がこのいる場所なんですけど、どうやらこのグリフォンは、まあ、実際にはグリフィスだったかな、グリフィス、グリフィンか、グリフィンっていう名前らしくて、で、まあ、僕はちょっとグリフォンって思うんですけど、このグリフォンはこの高い山の周辺にやっぱり湧くみたいで、で、ワイバーンダニ、まあ、スコーチドアーストのワイバーンダニのワイバーンみたいに、そんなたくさんは湧いてないです。どちらかというと、多分、ちょっとレアスポーンに近い感じだと思いますね。ただ、今まだこの、固まっちゃってる。動いて、動いて、動いて。僕がいるサーバーもなんですけど、ほぼもう、フル、人数がフルの状態なんですよ。なんで人がたくさんいすぎて、まだ今ちょっとその正確な湧きっていうのがわからないのかもしれないですけど、今ちょっといろいろ探してみた感じだとそんなにたくさんは湧いてないですね。でこの子もこのサーバーに来て2匹目、1匹、とりあえず一番最初にレベル20のグリフォンを見つけて、でそいつをテイムしようと準備してる間にそのレベル20のグリフォンはいなくなっちゃって、でまあその周辺をまた探してたら、ちょうどもうこの近くですね、今僕らがいるこの山のこの向こうの山とこっちの山の間ら辺で、このレベル、テイムする前はレベル50だったかな、ジャストレベル50でテイムして、今回ラブンチョップをちょうど持ってたので、ラムチョップでこいつをテイムしました。でラムチョップでテイムして22上がったのかな、レベル1個だけちょっと不正雑に振ったんですけど、あ、でまぁ、あ、ちょっといろいろ説明することがたくさんで、でそうですね、だからグリフォンはそんなにまずポン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 湧いてないと。でステータスなんですけど、
まあレベル50、まあこの現段階で73で見るとそんなに高くない感じですね。ヘルスだとヘルスは4035で、スタミナが450、ちょっと低めかなって感じですね。で酸素値、まあ酸素値はあんま関係ない、285で、食料値が3151.9、あ違う、最大が3622で、重量が364だから、アルゲンみたいにたくさんは持てないけど、まあどちらかというとだからプテラ寄りなのかな。重量プテラよりちょっと持てる、でもアルゲンよりかは持てないって感じです。で、メレーは 109.7 で、移動スピードは 136.5 で、結構速いんですけど、で、多分これ、で、まあ、ステータス、まずそうですね。ステータスに関しては、こんな感じで、全体的に見ると、まあ、僕が思ってたよりかは低いかなって感じですね。ヘルスもそんなに高くないし、まあ、その個体値とかもあると思うんですけど、レベル73にしてはちょっと全体的に低めなのかなってちょっと感じましたね。で、掴める恐竜なんとかも、この今ここに連れてきてるセーバートゥースは掴めないみたいです。で、プレイヤーは掴めたんで、多分だからプテラと同じ感じかな、掴める恐竜に関してはだと思います。で、これちょっともう早速バグか実際にそういう仕様なのかわかんないですけど、この今僕の画面だとこの乗るにはサドルを装備させてくださいって出てるんですけど、これ本当はこれグリフォンサドルなしで乗る恐竜なんですよ。なんですけどこれ出てるんですけど、テイムして一番最初初めに乗ったのが僕のフレンドフレが一番最初に騎乗したんですよ。でそのフレは今この僕にはこうやって見えてるんですけど、そのフレにはちゃんと騎乗って見えるらしくて、で多分ですけどこのグリフォンがもともと2人乗りらしくて、この E ボタン長押しでこのリングを表示するとこんな感じで恐竜に乗るっていうところと、本当だったら多分ここ騎乗ってなってるんだと思うんですけど、このバグかはわかんないんですけど、一番最初に初めて騎乗した人にしか今ちょっとこの騎乗って出てこないんで、僕は今乗れないんですよこの恐竜に、このグリフォンに。もしかしたらこういう初めて乗った人にしか乗せないっていう、そういう仕様、まあ、グリフォンってそういうあったのかな、神話の生物、恐竜じゃないわ、生物でそういうなんか一人の人にしか心を許さないみたいなあったかな、多分バグだと思うんですけど、だから初めて乗った人しか今乗れないんじゃないかなって。まあ、まだこの一匹しかまだテイムしてないんでわかんないんですけど、まあ、でとりあえずこの初めてテームしたのがこのレベル50で見つけたやつなんですけど、でちょっと今からそのダーツとテームセットを準備してもう一匹ちょっとテームしようと思ってます。あ、でそうだ、言ってなかったんですけど、グリフォン割ったテームは普通に眠らせて、ダーツ使って眠らせて、お肉でテイムできました。なんで、めんどくさい、なんか、ワイバーンみたいになんか、卵から孵化させるとかはなかったですね。普通にもう、グリフォンが飛んでって、で、アルゲンとかと同じように、こんな感じで、今回は、まあ、簡易トラップ、この、恐竜門使って5個並べて、最初と最後の、に、扉をつけてこうやって引っ張ってきてここに閉じ込めて、あとはもうダーツを打ち続けて眠らせてって感じですね。で、このスイッチの下がり具合はちょっと早めかなって感じですけど、そこまでじゃなかったですね。そんなになんかギガノトとか、あとなんかエアコンくん
だったら名前忘れたな。沼地によくいる、エアコンのと同じような性能を持った、あの恐竜みたいに、ブワーッともう、本数値が下がっていくっていうことはなかったですけど、まあ、普通の恐竜に比べると若干早いかなっていう感じでしたね。まあちょっと今から、まあ見つけれたらテイム、今からちょっと、まだ探す段階なんで、もう一匹、グリフォンを。見つけて、テイムするところを、この動画に載せれたら、いいなって思ってます。ちょっと探してみますね。まあ、見つからなかったら、また次回の動画から。とりあえず、もうこの動画すぐ上げたいなって思うんで、まずこのグリフォンがどの辺にいるかっていうのと、どんな感じでテイムするか。っていうのを紹介したかったんで、ちょっと探してみるか。じゃあ、でそうですね、ちょっとこのラグナロックマップに来てまず思ったのは、まずそうですね、人工物がすごい綺麗な状態で残ってますね。アイランドとかはもう崩壊した人工物とかがあると思うんですけど、そのもう壊れた、もう昔はそこに何かがあったっていう、その跡地みたいなのはアイランドとかはあるんですけど、ラグナロクマップはもう普通に綺麗な状態で塔とかお城とかが建ってますね。それはちょっとびっくりしましたね。広さ的には多分マップ見るとなんか半分上ぐらいしか乗ってないんで、そんな大きくないかなって感じるんですけど、この横が結構長いみたいで、多分センターぐらいの大きさはあるんじゃないかなって思いますね。で恐竜に関してもめっちゃ湧いてます。平原とかすごい、アイランドじゃあんまり湧いてない恐竜、アロサウルスとか普通に平原で見るんで、アロサウルスとか、あと羊、そう、羊が、ここのマップだとレアスポーンじゃなくて、もう普通に当たり前のようにスポーンするんですよ、このマップは、平原で。なんで、羊肉だったりを集めるのは、このマップはすごく、早いと思いますね。で、羊をテイムするのもこのマップだったらもう当たり前のように3匹4匹同時にスポーンしてたんで、ここで羊見つけるのはいいと思いますね。で、あと多分このラグナロクの PV を見た方はわかると思うんですけど、エクス、馬がやっぱすごいスポーンしてるんで、レアもかなりレアな、ユニコーンも、ここのマップだったら、出会えるかもしれません。かなり高い確率で。道に迷ってしまった。土地勘がなくて道に迷った。あ、そうだ。あと、あれですね。やっぱ、バルハラマップは、モッドだ。この、ラグナロクマップは、恐竜は多分、豊富にいるんだと思うんですけど、資源がそんなにない感じだと思いますね。まあその局所的にはそのポツポツと木だったりとか石だったり鉄、あと黒曜石もあるんですけど、そんなに密集して資源がないんで、ちょっと資源に関してはアイランドとかセンターマップ、あとスコージドアースに比べると資源は少ない感じですね、見た感じ。この辺だったかな、この辺にあったあった。このサーバーに来てまずすごい大変だったのが、浜辺に、まあこれ多分公式サーバーあるあるだとは思うんですけど、もう当たり前のようにも柱が立ってて、もう景観とかもそんなのもうガン無視ですよね、みんな。まあ確かに土地確保は大事だけど、あんなにピラがあるとちょっともう、みたいな。いや、本当にもう引くぐらいもう、ピラが立ってて。いや、もうびっくりしました、あれは。
僕が今アイランドで生活してるんですけど、そこはかなり多分、まあ、治安がいいのか、そのそんなバカみたいにピラーを設置してないから、ここに来てもう、まあいかんせんまだそのラグナロクマップがのサーバーが少ないからっていうのはあると思うんですけどね。いや浜辺沿いはもうえらいピラー立ってますよ。あ、皆さんも多分公式サーバーで行くと分かると思うんですけど、ラグナロクマップをで、チャットもすごい飛んでますしね。当たり前のようにファックファックもうファック、なんか、なんだったかな、一回ちょっとフレンドと通話しながら、まあ普段やってるんですけど、笑ってしまったのが、アークサバイバルエボルブド、エボルブドじゃなくて、アークピラーズエボルブドみたいな。いや、その冗談は面白かったなって。いや、本当にそれぐらいもうピラーがもうやばいんです、もう本当に。この辺は、どうやらあんまりまだ誰も進出してきてないみたいで、もうちょっとこの山越えた先とかのレッドウッドだったり、浜辺の平原、浜辺近くの平原とかもう全部もうほぼほぼもうピラーがもうポポポポポンって立ってるんで、もうなんか景色いいとかそういうの無視ですよね。僕はしないです、あんまりしたくないですね、そういうのは。てか極力そうやってなんか土地確保のピラーも建てたくないんですよね。建築が好きだからっていうのもあって、その、まあ、見た目が良くないですよね、ピラーが建ってると。まあ必要なことだではあるんですけどね、ピラー建てるっていうのは土地確保のために。82本か、麻酔ダーツ。あ、ちなみにさっきテイムしたレベル50で見つけた、グリフォンは、いくつだったかな、ダーツが37発か8発ぐらいで寝ましたね、あの子は。なんで、そんなに大量にダーツが必要ってわけじゃなさそうですね。で、ちょっともうできればもう、あ、そう、で、グリフォンは、まあ、神話の恐竜だからか、オスメスっていうのはないですね。なんで、ブリーディングは多分できないと思うんで、まあできれば150、145から150をテイムしたいところ。もう PV 見て一目惚れしましたよね、グリフォン。まあ Y1 も嫌いじゃないんですけどね、僕は Y1 は正直言うと操作性がまああんまり好きじゃないかなって感じですね、僕は。望遠鏡を持ってるし、とりあえずこの82本を持って向こうに行くか。オッケー。そうそうそう。で、多分グリフォンは操作性がすごくいいと思うんで。で、今もあれですよね、アップデートが来て、まあ、だいぶもう落ち着きましたけど、その飛行系の恐竜の移動速度が上げられなくなって、そのまあ普段もう僕なんかもう恐竜、空飛ぶ恐竜乗ってないですもんね、今ほとんど地上の恐竜で暮らしてるから、もうこの一応移動用とかでアルゲンだったりとかプテラをテイムしてますけど、まあ、そんなに使わないって感じだったんですけど、もうグリフォンが来たから。で、グリフォンが結構移動速度速いみたいで、で、さっき僕がそのもう起乗できないって爆弾になってるじゃないですか。そので、フレが乗れるんでどんな感じかって聞いたら、そのどうやらグリフォンの特性で上空から下降するときに、その下降の勢いに乗ってスピードを上げられるみたいなんですよ。いや、それはちょっとかっこいいっすよね。多分 PV でも乗ってましたよね、グリフォンがこう下降してふわーって。いやー、早く乗りたい俺も。
一応後ろの席には乗ったけど、実際に操縦はまだしてないから。まあただグリフォンがそんなにまず湧いてないっていうのもあって、プラスみんなが今多分テイム必死にテイムしてるだろうから、見つかるかな、もう一匹。さっきこの辺もいたんだけど、この辺、あ、一応そうですね、この辺も座標20マップ開いて、ちょっと待ってください、 27.1 と 53.1 のこの辺の平原って言ってるのかな、ちょっとした平原、この上級、上級じゃない、あの上空にも飛んでましたね。多分この山が近いからっていうのもあったのかもしれないですね。でマップを閉じて、最初あのあっちのちょっとこの崖沿い、あの辺でグリフォンの巣があるのかなと思ったんですけど、そういうんじゃなくて普通に、まあ普通の恐竜と同じで湧くみたいなんで、巣があるわけじゃなくて。飛んでないかな。まだやっぱりサーファーが安定してないですよ、もうあって。よし、じゃあちょっととりあえずグリフォン探してみます。で、見つければテイムするところをお見せしたいと思います。